はい、タギです。今回はね、キノコのあんかけそばを作ります。まあ、あのお水でこれだし取るところからなんですけど、1リッターの水入れ、もうこの粉、魚粉として入れちゃってください、こうやって。ね、まあ、その方がしっかり食べきれるというか、でこれで、まあ、火沸かすんですけども、まあ、1リッターだったら100ですよね。これで10分の1入れました。いわゆるおでんだとかうどんのつゆのようなああいう飲み干せるぐらいの味ですね。なのでしいたけだったら、まあ、こうやってお尻落として、まあ、よくやるのはね、お鍋とかでよくやるのはこうやって、まあ、飾り切りですよね。で入れまして、でなめこですね、これジャンボなめこなんで、まあ、シンプルにあの、まあ、ある程度大きさ残しますんで、小さくしてもいいんでしょうけど、で、あとはね、キノコ類もうどれを入れてもいいと思いますけど、もうとにかくこれでもかってぐらいね、いっぱいいっぱい入れてください。入れれば入れるほどね、具としてもお出汁としても美味しくなりますからね。ひと煮立ちさせるまではしっかり煮てください。まあ、煮ることでね、食材柔らかくなりますし、旨味も出汁も出ますので、でそれからですね、水溶き片栗粉でとろみをつけて、やっぱりね、あのあんがとろっとすると麺に、おそばにね、よく絡みますし、あんかけにするとね、冬場の寒い時期はね、まさにぴったりなので、ここで入れてきますね、おそばね、はい、いいですね。で今回のね、茹でるおそばですけども、ちょっと太めにね、特にあんかけに作りました。やっぱりあんかけにね、細いおそばはね、切れてこれはかけそば用のしまいますので、若干太め厚めのね、おそばの方があんかけそばには合いますね。でおそばに炊くときですけど、沸騰したところに入れてください。たっぷりのお湯と強い火力に入れまして、だいたい約1分ぐらいですかね、1分ぐらいでね、再沸騰してくるのを待ってくださいですけど、でその時にね、1分以上かかってたらちょっとね、火が弱いって考えてもいいですね。おそばを茹でるお湯は多ければ多いほど、火力も強ければ強いほどいいですからね。太いと茹でる時間若干長くなる、自然と15秒から30秒ぐらいはかかるんですけど、まあまあそこはもう、で再沸騰してきましたら取り出しますけども、その時にね、近くに水を張ったボウルを用意しておいてください。取り出して、再沸騰しましたんでね、取り出しまして、用意しておいたお水に一旦入れますね。新そばだとわかるかな、若干色が緑っぽくなる、そばつゆ、あの茹で汁が若干新そばはね、緑っぽくなる、茹で汁が、まあ、いいですね、玉も揃って切れないし、一旦まず水に浮けまして、ここにおそば入れてから、これぐらい、よし、じゃあこっちで、しっかりと改めて冷たいお水でね、洗って表面のぬめりと粗熱を取ってください、はい、まず一回しっかりあのお水で、冷たいお水でね、キュッと、一旦はキュッとしてください。かけそばにするにしても、一回はまずは締めましょう、はい。夏場とかでしたら、しっかり氷水を使って麺をキュッと冷やして、コシを出して、夏場は氷で使ってくださいね。はい、でこれで、はい、これで一旦落ちてかな、よし。でこの後器に盛るんですけど、器お湯張って温めときました。でこのお湯をここにかけてください。
で、そうすると上辺に温かいお湯がかかるので中まで冷たくなる、温かくなることはないけど、器の方をお湯を張って温めておきました。そのお湯をお蕎麦にね、冷えたお蕎麦に一回上にかけてあげてください。でかけることで表面だけはね、ちょっとほのかに温かくなりますからね。そのほのかに温かくなったお蕎麦に熱々のあんかけをかけてあげるってことですね。なんでキノコをね、結構いっぱい入れたなって思ったかもしれないですけど、意外とまだ入れてもいいですね、感じやすい。なのでもうこれ、ここちょっとばっかりワンサカ入れられたらどうでしょう。でこれにプラスキノコの結果をつければ、最終的に美味しく温かいあんかけキノコそばとしてね、食べられますからね。よかったら皆さんもね、手打ちにと、手打ちそばに、手打ちそばにね限らずね、麺類全般全てありますからね、ぜひ一度作ってみてください。はい、今回の動画が楽しかったら高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、大輝でした。バイバイ。